皆さんこんにちは。今日もね、美術の授業を始めていきましょう。今日はですね、ここちょっと会場が違うんですよ、美術室で行っております。もうしばらく使ってないですよね、この美術室。もう寂しいもんですけども、今日はね、久しぶりに美術室を使って美術の授業を始めていきましょう。今日のね、テーマ何かと言いますと、抽象表現。はい、抽象表現って聞いたことありますかね、皆さん。いわゆるわけのわからない絵、何書いてあるのその絵みたいなね、例えばこの以前紹介しました可愛いマリア様、ムリルですよね。まだ動画見られてない方はコメント欄にリンク貼っておきますので、ね、ぜひ見ていただきたいんですけども、これは何書いてあるか、マリア様を書いてあるですよね。で、可愛いマリア様を書いてるっていうので、まあ有名になったということじゃないですか。でこれはマリア様を描いている具体的なものを描いて いるわけですよね。こういったのを抽象表現に対して具象表現と言います。じゃなくって、今回紹介しようと思っているのは、抽象表現といって、いわゆる何描いてあるのか分かんない、意味分かんないというね、こういう作品についての今日は授業やっていこうと思っているんですよ皆さん。なんでね、こんなわけのわからない絵を描くのかと不思議に思うやないですか。で今日は皆さんにちょっとでもその知識を、理解してもらえるといいなと思って、今回この授業を取り上げました。さあ、抽象表現についてですね、あの岡本太郎が、これもまだ動画見られてない方はリンクに貼っておきますので、岡本太郎が抽象表現とは何かという説明をしています。比較的分かりやすいので、ちょっと抽出してみたんですけども、こうやって書いてあります。純粋な画面の構成要素である色と形の合理的な配置、そしてそれら相互の調和による純粋な美的感動を想像する表現と。もうちょっと優しく言ってください。分かりました。もうちょっと優しく解説しましょうね。この黄色の線で引っ張ったところだけ読むと比較的分かりやすいかなと。純粋な色と形の配置、そしてそれら相互の調和による美的感動を想像する表現と。それでもまだ分かりませんという方がお見えですよね。そう思って、もう少し分かりやすい表現をちょっとね、説明をしようと思いまして、例えば私の作品使って紹介しましょう。私の作品ですよね。例えば皆さん、これはどうでしょうね。これ、はい、この作品です。これ私描いた絵なんですけどね、自分の子供描いたんですけども、この作品を、誰かが評価するときに、一つの評価の、基準としてですよ、似てるか似てないかで評価するんです。これ私ちょっと心外なんですよ。可愛い、可愛くない、それも大事な要素なんですけど、私の絵の特徴といいますか、こだわっているところっていうのは色なんです。この色綺麗でしょって、この色使い綺麗じゃないですかっていうのが、実は私が一番表現したいところなんですよね。でもあんまりそういう目で見てもらえないわけですよ。例えば、それ以外の作品で言いますと、ですね、これ。これもね、似てるか似てないか、あるいは可愛いかどうかっていう評価をされるんです。でもそうじゃないんです。私見てほしいのは何かっていうと、これ、どっちかっていうと日本画っぽい表現にしてやるんです。あんまり私そういう表現をしたことがなかったので、で、そういう表現として、今回特徴的なのは輪郭線使ってあるんですよ。でこの輪郭線が割と綺麗じゃないですか、この輪郭線結構効果的じゃないですかって思いながら描いたんですけど、見てもらえないわけですよ。じゃなくって、似ているか似てないか、可愛いか可愛くないかっていうところで評価をされてしまう。これが具象表現の限界なんですよね。作者は意図を持って描いている、ここ見てほしいって思っている。でも見る人はやっぱ顔を描いてあれば可愛いかどうかで評価しちゃうんですよね。似てるかどうかで判断をしてしまうわけなんですよ。だったら、
具体的な形を描くのはもうやめにして、純粋な色と形、そしてそれらの組み合わせ、ハーモニーですよね。その美しさを感じ取ってもらおうじゃないかということで、抽象表現っていうのが、まあ、生まれてきたということなんですよね、皆さん。ですね、教科書、あの1年生の教科書を見ていただくと、57ページにね、モダンテクニックのページがあります。そこに、ジャクソン・ポロックっていう人がちょっと紹介されてます。ドリッピングと言いましてね、また検索してもらえばいいと思うんですけども、教科書でもいいですよ。要は絵の具をこう滴り、垂らすわけです。垂らすのでドロッピングって言うんですけど、ドロッピングっていう表現、技法ですよね。で、描いた絵が少し載ってます。このジャクソン・ポロック、また見ていただくと面白いんですけど、あれですよ。具体的な形は何もないです。要は意味のない形を描いているわけなんですね。で、抽象表現で、ジャクソン・ポロックが取り上げられていたのでね、教科書で、ちょっとこの紹介するんですけど、こういう作品も、抽象表現の一つであるということですね。ただこのジャクソン・ポロックっていう人、この人が表現したいこと、なんていうんですかね、この抽象表現をやったわけなんですけど、この人別に、ちょっとね、狙っていたことがありまして、それは何かっていうと、絵画作品っていうのは出来上がった作品をみんなこう見るじゃないですか。でもそうじゃなくて、描いてる途中を見てくれと。まさに描いている途中も芸術なんだということで、アクションペインティングって言いますけど、描いている途中を見せようとした。この人制作している姿って結構、情熱的に描いていくわけなんですよ。そこもアートの一つだということで、ポロックは考えていたので、抽象表現、ここだけじゃなくて、別の狙いもあったということですよ。抽象表現で有名な作家っていうと、モンドリアンという人がいるんです。これちょっとね、ご覧ください。このモンドリアンです。はい、こちらです。はい、これですね、赤と黄色と青のコンポジションだったかな。ごめんなさい、タイトルしっかり覚えてません。これ結構有名、皆さんひょっとして見られたことあるかもわかんないですよね。これはモンドリアンがね、もう絵を究極にシンプルにしようと、絵を自分が描いてて曲線よりも直線の方がなんかこの力強さを感じると、だったらこの力強い直線と白色の空白と赤と黄色と青の面積ですよね、これの組み合わせによって絵を表現してみようっていうふうに描いてるのがこれなんです。でこれ例えば端っこの方に黄色とかあるじゃないですか、ちょっと隠してみてほしいんです。物足りなくないですか。やっぱちょっとだけどこれ黄色があった方がバランス取れてる気がしません。のように、この色と形の配置っていうのはそういうことなんですね。合理的な配置、やっぱこういうこの配置が綺麗に見えるよねというのを合理的な配置というふうに言っているわけですよ。そしてそれら相互の調和による美的感動というのは、この線と色の組み合わせっていうのがかっこよくないですかっていう、曲線じゃなくて直線の方がかっこよくないですか。この線の太さもちょっと微妙に違うんですけどね、部分的に。いや、この線の太さが色の組み合わせとマッチしてますよねというのを狙ったのがこのモンドリアンという作家なんですよ。他にもね、面白い作家いますよ。カンディンスキーっていう人は、この人は音楽を絵画にした人なんです。どうやって、なかなか面白いですよ。こういう表現も、抽象表現の一つだというふうに言われております。皆さんはね、絵というと、具象絵画、抽象表現の反対ですよね。具象絵画が見慣れていると言いますかね、と思うし、そういう絵の方が見ていて安心するのかもしれません。分かる絵なのでね、何が描いてあるか理解しやすいわけなので。でもそうではなくて、純粋な
美ですよね、美的感度ですよね、を表現しているこの抽象表現というのもぜひね、このお休みの間にいろいろこう検索とかしてね、教科書とか見てね、調べてみてもらえると面白いのではないかと思います。まあ、簡単に言うとこういうことですよ。抽象表現は何かっていうと、なんか分からんけど、何が書いてあるかは分からんけど、なんかこの絵すごいなって思える作品に出会えることができたならば、さあ、あなたも抽象表現を理解し始めたっていうことになるんだと思うんですよね。はい、皆さん今日は抽象表現という授業をちょっとやってみました。あんまりね、抽象表現にこれまで興味なかったよとか、まあ、わけがわからんから敬遠していたよっていう人がもしいれば、この動画をきっかけにね、まあ、ちょっとでも親しんでもらえたらということを思います。さあ、今日の授業はここまでです。では皆さん、また次回の動画で、お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。